インマルサットマイナス -3 衛星インマルサット衛星電話の使用の様子インマルサットは通信衛星による移動体通信を提供する民間企業及びその商標である1979年に設立された国際機関である国際海事衛星機構の事業部分を引き継いだ企業であり社名も同機関の略称に由来している商標権は同機構にある 衛星電話、無線パケット通信事業を行っている。現在運用中の衛星は、合計11機。内訳は、第2世代のインマーサットマイナス -2 が3機、第3世代のインマーサットマイナス -3 が5機、第4世代のインマーサットマイナス -4 が3機、第5世代のインマーサット -5 が3機。これらの衛星と、地上設備の間で、音声通話、ファックス通信、データ通信、 テレックス、インターネット等の送受信が可能。この場合の地上設備とは、船舶電話、陸上下半電話、航空機電話などを指す。これらの端末は、アンテナの大きさや利用できる機能により、インマルサット A、B、C、D、M、ミニ M、フリート、エアロ、ブダン、GX の10種類に分類されている。インマルサットの登場により、海運業界に、 多大な影響があったとも言われている。例えば、会場での期間の故障などにおいて、不安定な短波による無線通信にて連絡を取り合いながら、修理を進めたりしていたものが、高品質な回線交換による電話や、ファクシミリやテレックス、あとにはインターネットなども利用できるようになったため、短期間での修理が可能となり、 機関故障による漂流事故の危険性が少なくなったとも言われている。このほか図面での情報交換が船舶と陸上基地でのやり取りが容易になり、運航計画そのものも楽に組めるようになったとも言われている。遭難などについては別に、非常用一指示無線標識装置が義務化されている。日本では、KDDI、日本デジコム、 JSAT モバイルコミュニケーションズがサービスの提供や通信機器の販売、レンタルを行っている。総務省、災害時における衛星インターネットの利活用に関する調査検討、A 政府、投資会社のインマルサット買収承認。なヨーロッパ、2019年12月30日閲覧。ありがとうございます。